さおちゃんです。今回は以前購入したトラベラーってあったじゃないですか。そのチーズパイの違うバージョンのものですね。これもね、3ドル20セントから半額の1ドル60セントいったんで、食べていこうかなと思います。もうね、相変わらずパイで一応好きなんでね。今回買ったやつも、細長いやつなんですけど、前回買ったやつと比べてどうなのかっていうのもちょっと楽しみですね。で、前回買ったのはね、チーズ、あとベーコン、あとビーフだったかな。で、今回はフィリーチーズステーキって書いてあるんですけど、なんだろうな、フィリーって。ちょっと変わったチーズが使われてるのかな。あ、でもなんかよく見ると上の方にチーズ乗ってるから、割とチーズ成分が多めなのかもしれませんね。このね、やっぱりこのポーン20のブランドは本当鉄板ですね。ザ・グレート・オーストラリアン・テイストって書いてあって、日本でも売ってますね、一部ね。だからこのブランドは本当に外れはないですね。定価はちょっと高いんですけど、半額だったらもう積極的に食べてほしいと思いますし、このブランドは本当に鉄板ですね。ということでね、ちょっとね、これからホステルに戻って食べていこうと思います。ということでね、今回も以前と同じようにちょっとこのミートパイをね、開封していこうと思います。見た感じは前のやつとほとんど同じかな。特に変わった感じはないですね。量も 160g で、同じです。ということでね、これを3分ほどね、ちょっとチンしていこうと思います。ただちょっと以前ちょっと暑かったんで、今回はちょびっとだけ2分40秒ぐらいですかね、少しだけ時間短くして チンしようかな。ということで、でこれで始めていきます。ということで、またね、戻っていきます。ということでね、チンし終わりました。ちょっとキッチンの方というか、ちょっと混み合ってるんで、ちょっと暗くなっちゃうんですけど、場所をね変えて撮影しようかなと思います。ここにしましょう。割と終わった人が少ないんで、ここでこんな感じです。どうでしょうか。今回チーズがちょっとね多めに入ってるみたいで、こういう感じでちょっと垂れた感じになってるんですけど、あれでも持った感じなんか以前のやつよりもちょっと軽いのかな。でも重さは全く同じなはずなんですけど、いや、とりあえずちょっとこれ早速実食していきます。いいですね。これも、いきます。これは割とチーズが多めな感じですね。それで前のやつよりもちょっと塩味があるというか、チーズが多いからその分そういう感じの味がするんでしょうけど、ですね。これもジューシーな感じで、前のやつのがチーズベーコン、ビーフのやつの方がなんか重厚なジューシーな感じなんですけど、これはもっとなんかですね、チーズが効いてて、もっと味がはっきりしてるっていう感じで、以前のやつの方がもっとグレービーな感じでなったんですけど、これはもっと味がダイレクトで分かりやすく伝わるって感じで、でもこれもいいですね。どちらも美味しいし、こっちも普通にいいなと思いますね。このブランドはやっぱり外れないですね。普通に美味しいなと思います。ということで食べ終わりました。このフィリーチーズっていうのはフィラデルフィアチーズって意味らしくて、なんかアメリカ由来のものらしいですね。それで買ったみたいな感じです。だから皆さんもね、ぜひともね、試されてみてはいかがでしょうか。ホーントゥインティのブランドは本当に美味しいんでね、皆さんもね、ぜひとも食べてほしいです。ということでね、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。